コメントもありがとう。一個言うと、ツイッターではいいね返ししてて、インスタではコメント返ししてます。ファイトありがとうございます。フォローしたよ、やった、ありがとう。I love you、 ありがとう。いや、ありがとうございます。そう、インスタもツイッターも期間限定っていうか、普通に今日初めてだから、初めてのツイートはいいねと返信してます。どっちか。かわいい、ありがとうございます。そう、マジで急いで書いてて、急いだわけじゃないんだけど、コメント頑張って書いてたらめちゃめちゃごじってるんですけど、気にしないでくれたら嬉しいです。なんか本当にツイッターとかいいね返ってきてないですとかあったら言ってください。全然嫌なもん見つけられる限りでさ、頑張ってさ、ちゃんとさ押してるんだけど、なんかすごいいっぱいコメントもらったからさ、ありがたいなと思ってたくさん押した。うん、まだねルームの名前変えてないんで、本当に後で変えるね。でしょ、だから今回限定なんで、皆さん今回限定だよ、限定なんで見てください。たくさんね、フォローといいねとあとコメントお願いします。気ままにね、ちょっとやろうと思うので、なんか忙しい、なんかバタバタしてたもん。なんかさ、いいね、ありがとうございます。なんかさ、今日ツイッター1個目あげるってなった時にココナと大騒ぎしてたんですよ、私たち。え、これあげていいの、あげちゃダメなのとか言ってめっちゃ言ってた。騒がしかったわ、朝から。11時半にあげようね、うん、わかった11時半ねとか言って11時半にあげて、でいろいろ設定して、ここのとね2人でパニックしてた。12時半にあげると思ってたから、まだ1時間もあんのに、なんでここのこんなテンパってんだろうと思ったら11時半だったよねって。いや、あれフライングじゃないんですよ、本当に私たちね合ってると思うんだよ。そう、アイコンもマジ何も決めてなくて、今日の朝気づいて、あ、アイコン決めなきゃと思って、でなんか今まで撮った写真の中でなんかいいのを選んでたわけよ。でキミちゃんに送って、どれがいいって送ったらこれって言ったから、その写真にして、ツイッターはね、インスタマジなくてどうしようと思って、今仮なのですぐ買えるんですけど、多分だから、オッケー。他の候補写真あれだよ、インスタのアイコンがもう一個で、もう一個はなんか衣装着てるやつ
音符ありがとうございます。きみちゃん、ねえきみちゃん、多分めちゃめちゃねのんびりねやると思うんで見てください。かわいい、ありがとうございます。何ツイッタータグ付けつければ嬉しいなんて、ハッシュタグ、あ、なんかツイートのやつか。なんかよくわかんないね。バラありがとうございます。ん、ハートにありがとうございます。写真に誰です、まあいいや、教えてもらおう誰かに。あのあれだよね、なんかね今日オフにした気がするんだよね自分なんかさ、とりあえず初期設定全部オフにしたんだよね。なんでショールーム研究生になってるのっていうと、ただ書くのを、ま、やるのを忘れてたってだけ。みんなそんな早く言わないでよ、わかんないんだよ私も。きみちゃんに今日全部教えてもらってたんですよ私。きみちゃんに電話して、どうやってやんの、どうやってやんのってずっと聞いてた。ハントありがとうございます。見て今日新しく買った服着てるんです。じゃん、これかわいいでしょ。何着買ったんだろう、7個ぐらい買っためっちゃ買ったんですよ。かわいいでしょ。音符ありがとうございます。これあのね、なんかね裏ステッチみたいな、ステッチ柄みたいなやつ、なんかわかる？裏側のさやつをさあえて表側にやるっていうおしゃれ。そう、なんかハーレーなんとかってやつ、ダビッドソン、なんかよくわかんないんだけど、ただ可愛かったから買った。音符ありがとうございます。裏側はね何もないの可愛いでしょ、私のお気に入り。ハートありがとうございます。青い服がね好きになった最近、だから買おうと思って。秋服、秋服、冬服だよね。もうバラありがとうございます。あ、花束だった。チチチチ、嘘でしょ、明日30度なの、絶対嘘で、嘘でしょ、本当に、みんな夏って言ってんじゃん。え、何それ、なんかずるくね。うわー、やられたわ。28度ってどれぐらいなの、なんかさもう本当にわかんないの今。じゃあ半袖でいっか。音符ありがとうございます。あ、そうなんだ、台風過ぎると暑いんだ。明日は楽しみなことに してきます。
そう、もう一個言いたいことあって、私昇格祝いにばあちゃんとじいちゃんとママとパパが財布を買ってくれたんですよ、新しいね。やった。そう、財布をね、新しいの買ってくれて、まあ新旧財布がね、めちゃめちゃボロボロ、危な危な、物が入ってた。ででん、前の財布マジやばくない？これ1年ぐらい使ってるんですけど、高校の入学祝いにもらって、見てやばくない？ハゲハゲ、キャー、マジでね、真っ黒なのここが。自分さ、マジでさ、物やばいと思う。物使いの扱い悪い。だからね、ちゃんとね、大切に使おうと思って。違うの、別にそういう財布を変えようとかじゃなくて、財布これでかいじゃん、ちっちゃいカバンの時に使う用のちっちゃい財布を買ってもらう。あと、ありがとうございます。なんかね、聞きたいことがあって、財布っていつぐらいに変えたらいいんだろうと思って。だから、みんなはいつ変えてるんですか、財布を。三つ折りかな、買った。あ、2連とかなんだ。やっぱそうなんかな、壊れるまでとかなんかな。うん、確かに欲しいものがあったとき。あ、年末ね、いいね。あ、なるほど。まあ、なんかのさ、あれだよね、周期っていうの、まあ、だよね。そうなん、いいじゃん、財布買ったの。ハート、ありがとうございます。そういうのもさ、財布買って、三つ折りの、まあまあ、まだ届いてないんですけど、 I love you、 ありがとうございます。エランタンは元気です。めちゃめちゃのめちゃ、めちゃめちゃ元気です。いいよね、今さ、欲しいものあるから。なんかさ、今さ、ちょうどさ、自分さ、昇格祝いにさ、高い買い物しようと思えばできるじゃん。なんか言い方悪いけど、貯金したし。そう、聞いてください、貯金したやつを全部銀行の中に入れて、もういい機会だと思って謎に。だから今貯金、家のに貯金箱は全部ゼロになったので、もうとりあえず入れて、銀行に入れて、で、なんか久々に見た、この毎日アイドルの上のやつで、もう使ってやろうと思って、今は。だからね、明日買いに行こうと思って。だからこれから今次貯金して、なんか自分の目標が叶ったら、またあの銀行に入れに行くんです多分。ハート、ありがとうございます。
ていうのを私は決めた。全然おろしてない、まだ何も触ってない、そのお金には。そう、500円の貯金してたやつを全部とりあえず入れた。いやマジ何買おうかマジ何も決めてなくて、けど欲しいものはいっぱいあるの、だからどうしようと思って。なんか服系は絶対自分じゃ買わないから、そんな生々しい金額は言わないけどね。アクセサリーいいよね。え、そう、ビビアンの財布か迷ったんですけど、違うやつにして、まあビビアンの欲しいものはいつか買います。そう、化粧品もいいなって思ってたの、ずっと前にね。でもさ、最近なんかそこまで顔にこだわりなくなって、そんな高いものを使いたいって欲がなくなったんですよ、顔面に。メイクでね、いやなんか別にそういうわけじゃないんだけど、今ってなんかさ、安いものでさ、いいものたくさんあるから、なんか別にそこまで高いものに手出す必要もないかなって思っちゃうような気がして、最近ね。ボキボキった。だからそういう高いものは友達の誕生日プレゼントとかにあげちゃう、いつも。そう、最近の100均ってマジすごいらしいよ。何でも買ったことあるけど、まだね、全然買ってない。だからもうちょっとなんか香水でも買おうかなって思った。なんかいいよね。香水なんてつけないもん、普段。いや、そう、なんか友達のさ、コメントが来ると友達のこと話したくなっちゃうから話すね。いや、なんかインスタとツイッター見てくれてて、友達が、なんかみんながフォローしたよって言っていいねをしてくれてるの見ると可愛いなって。収穫おめでとう、ありがとう。そう、エナの友達はいつも学校で私がエナのファン第1号争いをいつもしてくれるの、何かあるためにかわいい、私が一番のファンだからって言って隣でいつも言ってくるなんかね、友達みんなママに見せて、この子かわいいでしょって言ってくれるらしい。いいですね、幸せ。私はいや、もちろんマジでファンのみんなは、私はなんか別に本当に、なんていうの、友達以上って言ったらなんかさ、友達見てたら申し訳なくなっちゃう。なんていうの、言葉って難しいね、日本語難しい。ハートありがとうございますなんかお値段以上みたいになっちゃったまあ、それぐらい大切ってことです。
演奏本当にそれどっちも大切なんです。私にとってはみんな大切なの、わかる？違う、ニトリじゃない。今さめっちゃさちょっとダメかもしれない、やめとこ。伝わってるならよかった。昨日ママメに書いたでしょ。気になる。なんかさ、本当に物壊しすから、すぐめっちゃ安いもの買うんだけどさ、めっちゃ安いもの買ってもさ、それさすぐ壊れるわけじゃんか。本当にやばすぎて、多分時計とか買っても1週間とかで壊れちゃうの。だから私はお値段以上で買えないんです、いつも壊れちゃうから。本当にやめたい。 I love you、 ありがとうございます。嘘、そんないい文章だった。まあ30分ぐらいかけて書いたんで読んでください。なんか壊すの前提で選んじゃうよね。あ、こうしたら壊れないって思っちゃう。なんか例のね、握力が強いからかな、すぐ壊れるのかな。いやもうただ物の扱いが悪いのかな、なんだろうな。やめないわ、そんな。アオミが宣伝してるの、シーナだって。ヒナノが10時から 1+1+1 は3じゃないよ、聞いてね。だってあれだよね、あの姫ちゃんとみっちゃんとだよね。見たよさっき。みんなさんじゃないよ、だって。ショールームが終わったらさんじゃないよ、見てください、聞いてくださいか。面白い。面白い。そうね、キューキスペシャルらしいね。さっき見たよ、ツイッターで見た。なんかさ、ほんとだ、アオミも研究生になってんじゃん。お揃いだ、みっちゃバンバン。ふいちゃんのアバター使ってるし、皆さんぜひ。エンタはなんで月なの？それどうさんやん。めっちゃツイッターで来てた。ね。公園見てたんですよ。何あの、あ、普通にドンさんが上げてくれてた動画、あれマジで見れんもん自分じゃ。え、ドンさん私からオフィシ編してしまったのかな、あれれ。あ、そういうことか。 S じゃないんですかって言ったら。あれれ、教えされちゃった。
花地公園見てたんですよ。頭4曲そう、なんか普通にその後ご飯に行く予定があったから、そうお寿司食べに行ってたから頭4曲やってだけ見てた。リプしよっかな。お父さんは支援したんですか。バラありがとうございます。そう、なんかさ、ツイッター上げたくてもさ、なんか躊躇しちゃうんだよね、まだ。あ、あれも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 書いたよ今日。なんだっけ、 SKE ブログ、ハートありがとうございます。いや、あれさ、えのさんもう一からリセットしたんだよね、完全に。そう、話したいことあったのにあと2分しかないじゃん。なんかさ、ブログのさ、題名をさ、どうにかしようと思って、なんか変えたいなと思って題名、えのたんブログってなんか絶妙にさ、ちょっとダサって思ってさ、自分途中から変えようか迷ってたの、研究生の時に。エナタンブログをまあだから、なんかいい候補だったらじゃあ送ってください、モバメの返信に。あ、ツイッターがあるじゃん今。忘れてた。まあ皆さん、なんかいいなったら送ってください。ということで、あとね30秒ぐらいなので30秒終わりないと思います。ということで、あ、インスタでもなんか募集できるやつあるよね。まあやろ。ということで、以上えなでしたバイバーイ。名前か。